ダークセイバーです。今回は、ウィンレーシングクラブ、馬の怪我を放置したままデビューさせていた、に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。ウィン・ヘラクレスの育成時代に骨が剥離しかかっているのを確認。骨折は認められず休養に入ったものの、経過観察を怠りその後どこかのタイミングで完全に剥離骨折。その後高木昇厩舎にてデビューするも惨敗し転休。転休先の千葉調教師が歩様の乱れを確認した際に念のためレントゲン検査を行ったところ、ひどい状態であることが発覚する。ウィンのやらかしの中でもここまでひどいのは久々に見るレベル。千葉調教師がちゃんと発見してくれてよかったわ。解説したばかりの新規厩舎の調教師の対応が最高っていうのも悲しくなるけれどな。他の何年も馬の管理をしている関係者は何をやってたんだよって言いたくなる。両前足の臼折が剥離してたってこと？よく今まで走れてたな。人も走ったり飛んだりボールを投げたり、めちゃくちゃ運動できているようで。病院で関節や腱や筋肉を調べたら、ボロボロとかぶち切れているとか。まあまああるから気をつけるんだ。馬がかわいそう。この怪我が治らないまま無理やり調教させられて、動きが悪いなぁ走らないなぁ、とか言われてたと思うと涙が出てくるわ。これでも前走再開ではないという事実に震えろ。これ募集時抽選行ったのにな。馬もかわいそうだけど出資者もかわいそう。剥離骨折まで行っていたのに千葉厩舎で歩様の乱れが出るまでわからないって怖すぎる。剥離骨折でも歩様に影響がなかったなんてあるんだ。こういうの見ると外球の相性の良さ悪さとか、有能か無能かとかありますよね。そうして私は全然調整がうまくいってない外球に文句を言います。剥離骨折って剥がれたのを取るか取らないか選択してどうたらこうたらとかあるから面倒くさいよな。しっかり治すのが一番だけど失踪しない馬に金を払い続けられんし。千葉調教師謝ってるけど、むしろ気づいてくれてありがとうございますってなるわ。気づけてよかった。育成時代に気づくべきだったのはそうだけど。歩様が独特な馬もいるんだし元からこの状態なんだったら気づかないのもまあしゃあないのかなって。千葉先生は悪化していよいよおかしくなったから気づいたんであって。何も言われずに馬を渡されたら多少違和感があってもそういう馬だって思い込んじゃうだろうから千葉調教師はよう気づいた。高木厩舎側もなんで気づけなかったんだって悔やむ話よな。出走もできてたんだから歩様が少し乱れてもすぐに戻るタイプと思っててもおかしくない。育成先から何の情報も得られてなかったのなら高木調教師も不憫よな。もし育成時代に剥離しかけてたことがあったんですよーって報告があれば歩様に問題なくても確認できたかもね。兆候がなかったらなかなか見つけるの難しくないかな。調教師が謝らないと文句言うやつもいるから。エフフォーリアとか歩様が変なのが正常みたいな馬だっているからな。悪化しないと預かってる方は見抜けない。対策するとしたらどういうのができるかねえ。厩舎で顧問獣医作って入厩時に病歴全部紹介してもらうくらいだろうか。最近のウィンはダメダメよね。良い話題がなくて、三姉妹の現役が1年伸びたのは悪くなかったけどさ。それこそ入る前に検査するしかないけど金も時間もかかるしな。3月28日に千葉厩舎に入厩。3月31日に追い切って歩様が乱れたので検査。千葉先生仰天したやろな。馬がかわいそうよな。痛かったろうに、痛いって言えるわけでもないし、今まで気づかなかったのは我慢してたのもあるんかね。これ言っちゃ悪いけど詐欺じゃないの？新しい調教師だからこそ、中堅が見逃しがちの初歩的な物事に気づけたってのもあるんかな？3歳の希望のマクシマムはデビュー前に挫折してるし、デビュー前に期待されてた馬の大半は入厩してすぐまっすぐ走れてない。で、厩舎側で調整頑張ってたし放牧したら挫折しまくるし、クソハンド導入した4歳世代に負けず劣らずやばいわよ。今の4歳世代がクソハンド走らせすぎてコースを走れないって言われてたと思うけど、今の3歳はまっすぐ走れてないの？なんじゃそりゃあと確か放牧するとガレて帰ってくるで有名なのもコスモブリューファームだよな。4歳のハンド組も入厩してまっすぐ走れてないって言われてたから去年から改善してないだけな気がするで。で去年散々だった厩舎側がこっちで仕上げるからーで今年は早めに入厩してから仕上げて頑張ってる。もともと剥離骨折の影響は歩様に出てきてなかったって言ってたし見落とすのも無理ない。どこかのタイミングで悪化したのが追い切りで負荷かけたことで表面化してようやく判明した形。今年大量に入ってくるウィンブライト3区が心配になるな。最初の印象が悪いと、競馬界はそのイメージに引きずられてしまう。わからん。
そもそも骨折したの自体がだいぶ古いとなると、それこそ骨片が残留してるだけで、症状自体はないみたいな可能性もあるし、無駄に反応作ったあたりからなんか微妙というか。まあ一番ヤバいのは観察も報告もしなかった育成所だろうな。担当したのがコスモブリューファームで確定したら炎上してもおかしくない。運悪く見つからなかっただけかもしれないのに、憶測で叩くのはどうかと思う。調教師とかに関しては本当にそう。ただ育成所に関しては擁護できないんじゃないか。あれだけ調教がうまく進まなくて剥離しかけてたのも知ってたのに、レントゲンで確認しなかったのは疑問。悪化してたならレントゲンを取れば一発でわかったはず。ノーザンとかでも給料安いからと外国人を雇ってどうにかしてるせいで育成の質が下がったと言われるが、中堅どころはその日じゃないのかもな。なんかウィンって去年か一昨年かに作った販路かなんかでいろいろ言われてなかった？最近のウィンやからし気味な感じ？ウィンというか生産先のコスモブリューファームがヤバいんじゃないかとはたびたび言われてる。無用の長物販路で素質抜兵。若手有能厩舎に無理やり入厩打診で絶縁。気象的にやべえ馬を皿奥に流す。乳、剥離放置で後々大事になり手術。皿奥流しはクラブに限らずよくある話だから許したれ。あまり語られないけど、美穂の間は厩舎とも縁切ったみたい。コスモブリューファームは勤務姿勢云々じゃなくて、シンプルに従業員レベルが極めて低い感じなんだよな。経過観察を怠ったというか、マジで気づけなかったんだと思う。どっちにしろひどいことに変わりはないんだが、むしろ改善の目処が立たない分より悪い気さえする。この世代のウィンバだと三死には入るくらいの評判だったのにな。マジか、そんな有力馬に気を避けないのはどうなのよ。まあ世代ナンバーワンのマクシマムも筋肉に損傷が見られましたってコメント出しながら同州に入厩させたりしてるし、増えてなうちよりトレセンの方でどうにかしてくださいってシステムなのかもしれん。考える、筋肉痛みたいな感じですね。軽かったんで入厩させましたはコントか何か見させられてるのかと思ったよ。ずっと足がってなってて、これはなぁ。高木厩舎時代も足に不安があるので、負担が少なく負荷をかけられる販路で調整していきます。不安はありますがコースも取り入れます。出走できそうな状態ですが、騎手松岡くんがもう少しというので待ちますと、かなり気を使われてたんだよね。高木厩舎もあの更新の感じからして足に何かあったことは聞いてたけど、剥離の兆候を経過観察で済ませたまでは知らなかったんじゃないかな。皿奥で売られた子たちの診断見ると、近況でこれ後悔してたっけってぐらい足がボロボロな子揃いで引いた。コスモアシュラも義堂ちゃんと直していたら中央ダートで2勝クラスにいたのでは。これでも出資者は特にクラブの責任を追及せず、会費を払い続けながらまた新しい馬に出資するだけなんだから、ボロい商売だよな。馬をなんだと思ってんだ。詐欺罪に問うには必ず儲かりますよとか、明らかな人を欺く行為をしてなきゃダメだからな。それなしに罪に問うてたら世の中ぶっ壊れるからしゃあない。これがウィンの手抜きや悪意だったらまだマシで、馬に関わってる人間のレベルが本当に低い可能性の方がずっと有力。ここまでひどいと感情先行する気持ちもわかるけれどね。特にこの馬を一口で購入してた馬主たちは怒り狂ってるだろう。ウィンの対応次第じゃ今後に響きそう。いや、それと詐欺罪云々とは話が別というか、普通に考えて、クラブの大事な商品である競走馬を無下に扱うなんてことはないわけですよ。牧場の調整能力が何らかの理由で落ちている状態と考えた方が自然なのよね。ラフィアンがそれなりにやれてるだけにウィンはちょっと心配。コスモブリューファームからビッグレッドファームにベテランスタッフが引き戻されたとかじゃなかったっけ。ウィンの奇跡の世代を育てた人は白地に行ったみたいね。公開されてる動画とか見ても、調教つけてるのインドかアラブあたりからの出稼ぎの方々かな。ちゃんと細かいニュアンスまで意思疎通図れているのか若干不安が残る。どこの牧場でも同じ問題抱えているようですが、ウィンエアフォルクの出資者とか去年のジャパンカップの時どういう感情だったんだろうな。皿を下された馬が地方で勝って中央にで戻ることはよくある話。それでも行方筆頭に豪華メンバーが揃ったジャパンカップに出られたというのはそうそうないような結果云々は置いといて、今の4歳世代が謎販路で壊滅してあたりから思ってたけど、今のウィンってかなり迷走中な感じか。例の激ヤバ販路は当時は過去またちどころかマイティとかコバ勢も嫌がったんじゃなかったっけ。まあ最悪の事態にならなくてよかったよ。本当に申し訳ないけど、所詮はウィンだから何とも思わない。
もともとこういうところだから不祥事が出てこようがそんなに驚かない。言っちゃえばウィンってちょっと高級な疲労だからな。上位互換ではあるけどうん？と思うようなことはよくするし対応は遠さらとどっこいどっこい。あの販路はどういう経緯で生まれたんだろうな。販路の傾斜、立東、美穂。競馬の成績、立東、美穂。つまり立東よりきつい傾斜の販路を作れば俺らが最強が母みたいなことしたのか。土地を削ったり持ったりするとむちゃくちゃお金かかるからだよ。工事費ケチって山の斜面をそのまま販路にしたってこと？だとしたらなんともまあ間抜けな話だな。新規改良厩舎に所属とか研究ってあんまりファンは喜ばないけど、すでに実績が積み上がって馬房がパンパンみたいな厩舎より、むしろ今回みたいな細やかなところに気づいてくれることを求めてたりするので肯定的に捉えてる。難しい産区が多いならなおさら。いろいろ問題出てるけどこの新販路ってさすがに何かテコ入れしたのかな？削るなり盛るなり。昨年の馬がひどい成績だったからかわからないが今年になって一度も調教の様子が動画で上がってないんだよな。テコ入れしてるならわかるが早めに脱北してすでにいないとかだったら笑えない。マジなのか。いい販路が欲しいってのは事実だし安物買いの銭失いを反省してテコ入れするしかないだろうに。若駒が物理的精神的に壊れたり急勾配部分を乗り切ったら手を抜く馬が出たり、まあ評判は良くないね。